今日は前後型の体型調整のお話、紹介をさせていただきます。前後型というのは、頭に影響がある、あるいは頭から、脳からの影響を受けた体型ということができまして、重心が特徴的ですね。前の重心になったり、後ろに重心が行ったりとかしますね。例えば、体の不調が睡眠に現れたりとかしやすいのもこの特徴です。で、また、フォームに頭脳型の陰性なんですけれども、頭を使おうとしてもうまく使えられない状態になったりとか、あるいは胸が痛いとか、もちろん後ろ重心になりますので、かかとが痛いとか、体を、後ろに倒すのが得意ですので、前に倒した時に腰が痛い、背中が痛い、首が痛いというふうになっております。元気がない時にフォーム2になる傾向がありますね。足が前に出づらかったり。だから、トコ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 歩けないわけです。後ろに重心があるので。例えばこんな風になります。後ろに重心がこう倒れてきそうになってきてしまいますので、前、下を向いてバランスを取ろうとしたりとか、そのためによる首の疲れみたいなものにもかなり、効果がある、体型調整ができるかもしれませんね。今回のケースでは、前後型、後ろの方に体が傾かず、前の方に偏りがある方をモデルにして調整をしてみました。ご覧ください。はい、前後型の解説に入ります。訴えとしてはね、背中が痛いです。随分とね、硬くカチコチになっちゃってるんですけど、緊張がこの辺りに来ますね。そして前は緩んでます。偏ってますね、緊張が。これも前後型の特徴です。頭がすごく疲れたり、睡眠に影響が出たりとか、使いすぎでこうなるケースもあるし、またその使えなくてこうなるケースもあります。で、重心は前の方に傾こうとしていて、で、例えばこう押すと前は倒れちゃうんですね。後ろは頑張れます。このような重心の偏りというのが見られます。前の方に倒れようとしているので踏ん張ろうとします。手は、わざとこうね、後ろに体を傾けるような感じ。で、上を向いて踏ん張るような状態が多いと思いますね。で、体をね、前に倒してみてください。例えば、前屈運動が得意な方もいます。骨盤が動かさないように固定をしますね。はい、いいですよ。次に、後ろに傾いてください。このぐらいしかいかないですね。運動の隔たりも随分と認められます。体型調整に参りますね。十二指体型ではフォーム1とします。前後型、頭脳型のフォーム1ですね。腰椎5番、1番を軸に4つ飛ばした椎骨の付近の筋肉に刺激を入れます。フォーム1の場合は息を吸って、吸った頂点で刺激を入れます。頭の方に刺激がいくといいな。体はこう前後の動きを特徴を示していますので、刺激の方向もこの前後に。そして頭の感覚に刺激を入れる状態なので、優しく、かなりソフトな刺激を入れます。前後型の中には、このケースのように前に倒れやすいというタイプもいれば、後ろに重心がかかりやすいっていうタイプもいて、それぞれ陽性と陰性というようにこう分けたりしますけれども、陽性の場合は今のように吸気で刺激を入れるっていうのがセオリーになってます。
極突起はね、このようにね、ちょっとこう、形の乱れを確認されることがとても多いので、そこには不快感、痛みがあります。特にこのフォーム1と呼ばれる体型に関しては、頸椎の4番、胸椎の5番、腰椎の1番に、この棘突起のこういう乱れが見られることが多いです。はい、いいでしょう。調整後なんですけれども、ま、手を前の方にやる必要はなくなってきてるんですね。で、重心は前もかかとも、まあ、バランスよく立つことができるようになってるんじゃないかなと思うんです。体をね、前に倒しますね。で、先ほど行きやすかった前の状態です。はい、いいでしょう。はい、続いて、後ろに倒してください。はい、いいですよ。先ほどよりも後ろに倒しやすくなってますか？はい、なってはまい。す。このように、体の動き動作とかも、変化させることができるし、また、これによって頭からの影響による体の各器官の故障など、状態の悪さなどを変化させることができるのが、これが体型調整です。今日は前後型、今はフォーム1ですね。前傾姿勢がと、まあ、好きで、まあ、前の方に重心がかかる、それと頭に負担がかかりやすい、まあ、あるいは頭に負担がかかったことによる体型の乱れというものを調整してみました。はい、ありがとうございました。手を見て、ね